ナビスコの決勝で負けた悔しい思いっていうのをここの残り4試合にぶつけるっていうのはあると思うし、ワンティーワンミッション、そうですね、まあやっぱり決勝の一発勝負の舞台でやっぱ延長戦でやっぱ120分戦って敗れるというのは非常に悔しかったですし、まあ、長年タイトル取れてなかった中で大勢のサポーターの皆さんに応援してもらった中、サポーターの皆さんと喜びを分かち合えなかったのがすごく悔しかったです。最後のフィニッシュの部分の精度だったりクロスボールの精度っていうのがうまくいかなかった部分はありましたし、まあ、あとは失点の場面だけ見てもやっぱ鹿島に効率よくカウンターで点を取られてしまって、やっぱ試合をダメにしてしまったのかなというのは感じます。そうですね、本当に昨日一緒にカップを取って喜びを分かち合えなかったんですけど、それでもやっぱこうやって次の日練習場に足を運んで拍手してくれるやっぱサポーターには感謝したいですし、やっぱサポーターのためにもタイトルを一つ取るか、やっぱ今年あと2つ残ってるんで取りたいなと思います。チームが若いっていうことがあって、まあ、波のあるシーズンだったんじゃないかなと思いますし、まあ、その中でも J リーグだけじゃなくてナビスコも含めてチームが成長してきた1年だと思う。開幕当初に比べるとできることは増えてますけど、まだまだそうなりたいですね。同年代が何かあった時にコミュニケーション取りやすいし、興奮感動スカパーで、ナビスコでタイトル取れなかった分次は J リーグに切り替えないといけないですし、やっぱ終わってしまったことなので次に切り替えるためにも次のホームの新潟戦で必ず勝って ACL 圏内に一度迫ってるんで、まずはそこを目標にやっていきたいと思いますし、まだ上の2チームが負ければタイトルにも少なからず手が届くと思うので、そこを目指して頑張っていきたいと。ここ最近完封できてないので、後ろはゼロでしっかりと粘り強い守備をしていきたいなと思います。一番はやっぱナビスコの決勝で負けた悔しい思いっていうのをここの残り4試合にぶつけるっていうのはあると思うし、まあ、まだまだ4試合残ってるというところで順位が上にも下にも行くところのポジションに今いると思うので、まあ、若いチームですけど最後の終盤戦にも、まあ、若さを出していければいいかなと思う。次の新潟戦ではやっぱりナビスコでタイトルを取れなかった分ホームで新潟を倒して自分たちもリーグで一つでも順位を上げていきたいと思いますので、水曜日に新潟を倒して日本平で勝ち横しましょう。ワンティーワンミッション。